アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの影に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。令和4年11月6日、場所は大阪鶴見緑地球技場にて、 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催、2022 X3 リーグウエスト第6節、佐藤建設スタンディングベアーズ対大阪府警シールズの一戦が行われます。試合開始14時10分キックオフ予定です。両チームのご紹介をさせていただきます。手前側、本日ホームスタンド側、ホームチームとしてカラージャージを着用しております。えんじのユニフォームをまとっておりますのが佐藤建設スタンディングベアーズ。創部は1987年のクラブチームです。岡山を拠点とし、かつては1999年代セリオスタンディングベアーズとして X1、 現在でいう X1 に相当する社会人一部リーグで活躍しておりました。現在は X3 に甘んじておりますが、アメリカンフットボール普及厳しい中四国においてその共闘法として活躍を奮闘しております。対しましてバックスタンド側に構えました、本日ビジターの扱いになりホワイトのユニフォームを着用しておりますのが大阪府警シールズ。こちら大阪府警認定のクラブチームとして発足しております。チーム名シールズは府民を守る盾として奮闘するイメージを自らに鼓舞するために付けられたチーム名になっています。フェアプレーをモットーとし、正々堂々戦う覚悟でこのシーズンに挑んでおります。大阪府警シールズはここ数年コロナ対策、そしてコロナ対応や国際サミットなどのさまざまな諸条件があり、この2シーズン参加できませんでした。今季3シーズンぶりに X リーグ参戦という形になっています。いまだその久方ぶりの復帰戦、奮闘しながらも白星飾れておりませんが、この一戦にその白星をかけて戦いに挑みます。この両雄による一戦が間もなく行われます。両チーム試合に備えましてサイドラインに整列いたしました。令和4年11月6日、場所は大阪鶴見緑地球技場にて、 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催、X3 リーグウエスト第6節となります。佐藤建設スタンディングベアーズ対大阪府警シールズの一戦が行われます。試合開始14時10分キックオフ予定です。これより試合開始前のコイントスを行います。手前側に陣取りましたのはえんじのユニフォームを着用しております佐藤建設スタンディングベアーズ。奥側、ホワイトのユニフォームをまとっていますのが大阪府警シールズです。佐藤建設キックオフ、大阪府警リターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の正式計時で行われます。両チームウォークライハドル解けまして、まもなく試合開始となります。まず試合は佐藤建設スタンディングベアーズのキックオフで試合開始という形になります。キックオフキッカーを務めますのはスタンディング佐藤建設19番の近藤。
対しまして大阪府警のリターナーは2枚セットされています。83番、16番が構えました。リターナー16、16番は内田、九州産業大学出身。83番は小山、関西学院大学出身です。さあ16番がリターンに入ります。佐藤建設のカバーをすり抜けるように自陣30ヤード付近の攻撃を確保しました。この位置から大阪府警の攻撃となります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回通し、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤードを前進し攻撃権更新とするか、相手陣地奥深くにある得点エリア、エンドゾーンを目指します。まずは大阪府警の攻撃となります。自陣30ヤードからファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあまずはブロッカータイプのフルバックにボールを持たせて中央へのダイブプレー。密集点をつく形で攻撃権の起点を作りにかかりました。キャリア31番、これによりまして約3ヤードのゲインとしています。ボールを持った選手が倒れるまでを1回の獲得距離とします。前進をゲイン、後退をロスと表現します。先ほどのキャリア31番は東、京都産業大学出身のプレイヤーです。 AG46、 46歳のランニングバックです。大阪府警セカンドダウン7、2回目の攻撃です。攻撃権更新、必要距離は7ヤードとなりました。さあ再びフルバックのダイプレー、密集点の突破を図ろうとランニングバック31番に託しています。押し返されましたが、しかし1番前進した距離までが進んだ距離となりますので約2ヤードの獲得となっています。佐藤建設にここで負傷者が発生したためレフェリータイムアウトが入っています。佐藤建設は本来このランプレー、攻撃守備ともに自信を持っておりますが、その相手の最も強みであるラン守備に対してあえてランプレーで果敢に攻めています。大阪府警、これによりまして5ヤード前進しサードダウン残り5ヤードという状況に持ち込みました。さあこの3回目の攻撃でどのようなプレーを選択するでしょうか。試合再開となります。大阪府警自陣35ヤードからサードダウン5、3回目の攻撃です。攻撃権更新、必要距離は5ヤード。ここでオプションプレーを選択しました。オプションはクォーターバックが持つかランニングバックが持つかの選択プレーです。ここでクォーターバックは自らキープする選択をしましたが、しかしこれを佐藤建設見事に対応しましてノーゲイン、攻撃前進なくフォースダウン4回目の攻撃とさせました。大阪府警のクォーターバックは8番の菅野でした。阪南大学出身。さあこの最後の攻撃権、大阪府警どうするか。フォーメーションを変えます。パントフォーメーション、キックによって陣地挽回をする選択としました。パントはキックによる攻撃放棄のプレーです。パンターは77番が入っておりますが、さあこのパントどうなるでしょうか。さあ佐藤建設リターンを試みます。しかしこれは大阪府警のカバーよく佐藤建設陣35ヤード付近でボールデッドとなりました。この位置で攻守交代となります。まず1回目の大阪府警の攻撃は攻撃権更新ならず、パントにより陣地回復という形を選択しました。攻撃放棄とはなりますが、しかしキックにより距離を稼ぐことができ、結果的に佐藤建設を自陣35ヤードの位置に押し返した状態になります。さあその位置から佐藤建設の攻撃となります。佐藤建設自陣35ヤードからファーストダウン10、1回目の攻撃の同じく更新、必要距離は10ヤードです。大阪府警ナイスディフェンス。佐藤建設もここでランプレーによる突破を図りました。ランニングバック47番の総力に託そうとしましたが、これを大阪府警21番が素晴らしいチャージをかけまして3ヤードロスに変えています。
佐藤建設の47番は古川、県立広島大学出身のプレイヤー、そしてこれを仕留めました大阪府警の21番は永田、桃山学院大学出身の49歳のプレイヤーです。パス成功。ここで佐藤建設パスプレーに変えました。アメリカンフットボールオフェンスチームは攻撃の開始点から後方より1回だけ前に投げることができます。この権利を使いクォーターバック15番、ワイドレシーバー8番にパス。8番これをジャックルしましたが見事キャッチしまして約9ヤードのゲインに変えています。これにより佐藤建設サードダウン4の状況と変わりました。3回目の攻撃で攻撃権更新、必要距離4ヤード、どのようなプレーとするでしょうか。ここでランプレーです。パスにより警戒避けたところランプレーで突破を図りましたが、ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。フィールド上に審判団から黄色いウエストが落とされますと、これは反則発生を意味します。この反則果たしてどちらのチームにあったものでしょうか。まもなく審判からその反則の内容がコールされます。オフェンスの反則です。イリーガルフォーメーション、不正な体型でプレーをしました。オフェンスには様々なポジションの縛りがあります。最前列に並ぶライン、そしてその後ろにあるバックスの人数があるのですが、最前列は7人以上いなければいけないとなりますので、バックスは必然的に4人以下になります。バックスが5人いたということで反則となりました。従いまして5ヤード抜退し、サードダウンやり直しです。ここでボールファンブル。幸いクォーターバック自ら抑えておりますが、約5ヤードロスする形になりました。攻撃権1つ失いましてフォースダウンと変わります。フォースダウン14の状況となり、佐藤建設こちらもパントフォーメーションを選択します。これを大阪府警リターンに入りますが、佐藤建設カバーよく大阪府警陣35ヤード付近でボールデッドとなりました。この位置の攻守交代となります。結果的に双方ともパントによって陣地押し返すという形でその最初のシリーズ終わりました。どちらが先にこの状況を打開することになるでしょうか。攻撃権は大阪府警に変わりました。大阪府警自陣35ヤードからファーストダウン10。さあ再びフルバックのダイブプレーから大阪府警入りました。キャリアは今度は22番の選手に変わっています。このランにより約2ヤードのゲインとしています。ダイブプレーは極めて地味なプレーに見えがちですが、最も展開が早いプレーでもあります。オフェンスラインのブロックタイミングによってこのランプレーがいきなり抜けることもありますので、短い距離を稼ぐプラスそこから出る意外性を期待するプレーでもあります。大阪府警セカンドダウン8、2回目の攻撃です。攻撃権更新8ヤードの状況に変わっています。ボールオン自陣37ヤード。パス不成功。ここで大阪府警もパスプレーに転じました。クォーターバックワイドレシ中に入ってきたワイドレシーバー1番にパスを投じましたが、ディフェンスのカバーもありパス不成功に終わっています。ダウン1つ失いましてサードダウンと変わります。前パスは失敗しますと元の地点に戻され攻撃権を一つ失います。大阪府警自陣37ヤードからサードダウン8、残り8ヤード、この3回目の攻撃どのような選択になるでしょうか。
パスでゴール。さらに行きます。まだ行く、さらに行く。ナイスプレイ、ファースター。ここで大阪府警はプレイアクションパス、ランプレーを1回挟んでその裏を突くようにパスを投じました。これを見事83番キャッチし、そこから味方のブロッカーの力も生かしてさらに進みまして大きく前進。大阪府警ファーストアンとなりました。攻撃権更新。まず大阪府警が最初のファーストアンを取りました。見事このプレッシャーの中で攻撃権更新果たしましたのは83番の小山、関西学院大学出身です。大阪府警相手陣30ヤードからファーストアンテン。さあここでオプションプレーを選択します。クォーターバック8番、左方向に展開し自らキープを考えましたが、しかし佐藤建設集まりよく1ヤードロスに変えています。大阪府警相手陣31ヤードからセカンドダウン11、攻撃権更新距離は少し伸びまして11ヤードとなっています。しかしエンドゾーン得点エリアまで31ヤードの絶好の位置、どのようなプレーを選択するでしょうか。さあパスプレーです。内側に入ってきた1番にパスを通しまして約6ヤードのゲインを獲得しています。見事パスを取りましたワイドレシーバー1番は宇都宮中京大学出身41歳のレシーバーです。大阪府警サードダウン5、ボールオンは相手陣25ヤードの位置にあります。この5ヤードどうするでしょうか。大阪府警ファースター、クォーターバック8番パスを投じようとしましたが、ここで急遽スクランブル、パスプレーを変更してランプレーをすることをスクランブル緊急発進と表現します。これが構想し攻撃権更新です。大阪府警ファースター、見事な判断を決めましたのは大阪府警クォーターバック8番の菅野、阪南大学出身です。大阪府警相手陣17ヤードの位置に入りましてのファーストダウン10に入ります。さあここでアイフォーメーションのテールバックにボールを持たせました。託された17番中央突破を図りましたが、佐藤建設集まりよくゲインは1ヤードです。大阪府警相手陣16ヤードからセカンドダウン9、2回目の攻撃、攻撃権更新必要距離9ヤード、しかしエンドゾーンまで16ヤードの位置にあります。さあ粘っている、さらに行く、素晴らしいランです。ワイドレシーバー83番外へ振られたヒッチパスを取ってオープンに展開しました。コースが乱れ一見そこでプレーが潰れるかと思いましたが、そこから粘りまして約6ヤードのゲインと約6ヤードのゲインに変えています。ワイドレシーバー83番は小山、関西学院大学出身のプレーヤーです。大阪府警サードダウン3、ボールオン相手陣10ヤード、さあここで左サイドのオプションプレー、クォーターバック8番キーププレーで突破を図ろうとしましたが、これは佐藤建設ディフェンス陣集まりましてノーゲインにしています。ダウン1つ進んでフォースダウンに変わります。ここでホイッスル、
ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、佐藤建設スタンディングベアーズ0点、大阪府警シールズ0点、両者無得点のまま第2クォーターに移ります。